So denn, ich hoffe, dass es jetzt besser funktioniert. Die Kämpfe wollte ich jetzt nicht anmachen. So. Da ist etwas zu dunkel ist im Raum. Dann schauen wir mal, ob es jetzt besser läuft. Sieht definitiv besser aus. Okay, den Sohn habe ich. Hatte ich. Ne, Kaffee hatte ich schon nicht getrunken. So, dann gehen wir mal zuerst mal zu hier.私はあくまで技術屋だよ。Die kann ich mit reinnehmen。よっしゃ！一匹、二匹、揃っていますわね。仰せのままに。Testen wir das mal. Das ist ja eigentlich das Event. ほら。やれ。
ことは俺に任せろ。そう足元鳴らすぜ。トリプルアタック行くよ。あなた様のためにそうありたい何なりとご用そうパクはここだよ。終わったらごちそうだ。わたりよ。私はチョキ、あんたはパー。Das ging schnell. Was? Guck mal. ならない。
さあ、狩りの時間です。めんどいな。清潔にします。番号148、主演、準備完了。まずは水なりの何かおこま…何かよ。私は高くつくわよ。賢い選択ね。いい球ですわ。やっ、あっ、
現場は戦場だ。フリーヒット現場なめんな。ねえやっと、それそら、てこっちだ。俺はどうだ。そこ違法工事。あうんの呼吸ですわ。くらえ、急ぎ。黄色いテープの外にいろ。負けてたまるのですわ。はあ、で、いい球ですわ。現場をうろうろするな。ほっちゃー、そー今だ。はっ、こっち。工事現場は戦場だ。外にいろ。負けてたまるのですわ。くらえ、とたっ、工事現場は戦場だ。あうんの呼吸ですわ。やあ、はっ、任せたぞ社長。あっだ、うわあ、黄色いテープの外にいろ。負けてたまるのですわ。今だ。
外にいろ。マジでぶっ叩かれてんだな。はっ、こっちだ。俺はどうだ。よえぞ。So, dann können wir die Fähigkeit dann von Kollega nochmal leveln. So, die Daily Set sind wir auch fertig. Nee. Wir fangen mit dem ersten Teil von Lycaons Story an.失礼いたします。この度はとある依頼についてプロキシ様にご相談したく伺った次第でございます。私がお送りした掲示板の犯行予告はもうお二人ともご覧になられたでしょうか。いや、見ていないな。きちんと送れていたのかい。先ほどグループチャットにスレッドのリンクを転送させていただいたはずなのですが。
誠に申し訳ございません。私の操作ミスでした。以前エレンが長押しでインターネットのリンクを転送できると教えてくれたのですが、どうやらタイトルをコピーしただけで終わってしまったようです。ライカンさんが送ってきた不思議なセリフ、インターネットのスレッドのタイトルだったのか。なんだ、よかった。ライカンさんはライカンさんのまま。重ね重ね申し訳ございません。全ては私のミスです。これ以上お二方の時間を無駄にしないためにも、私が投稿のな残月はすでに至れり、時が真夜中を告げる頃、選ばれし者は降臨せん。トガ人よ、静かに裁きの時。以上が投稿のタイトルになります。続いてその本文ですが、啓示の日、残月がもゆる時、我選ばれし者の化身となりて在郷をはびこる地に降り立ち、希望の進化を奪還せん。正義の伴走者より。なんか痛い内容だね。お兄ちゃん、意味わかった？わかったようなわからないような。ライカンさん、ちょっといい感じに翻訳した。こちらの投稿に続く内容を踏まえますと、この方は今晩ホローに潜入し、輸送中の名画を盗むとおっしゃりたいように伺えます。ですがその名画というのが折やしく、現在私がお使いしている資格ある一執事として、雇い主様の財産を守るのは私が全うすべき責任でございます。お二方にはどうか私と共にホローへと入り、こちらの方が窃盗に手を染めることを阻止していただき。もちろん喜んで手伝うけど、このスレパッと見中二病のいたずらみたいだよ。主様のおっしゃることはごもっともでございます。私もその可能性は検討いたしました。ライカンさん、中二病を知っているのか。同様のワードがこちらの投稿に対するコメントで品質しておりましたので、中二病の正確な意味を把握すべくネット中をあまねく検索し、少なからぬ書籍を紐解き、ついにその意味するところを得得した次第でございます。ライカンさんの勤勉さには。プロ騎士様のおっしゃる通り、全てがこちらの方のいたずらであれば私としても杞憂に終わるのですが、雇い主様の安全を脅かす可能性が万に一つでもあれば排除するのが執事の仕事でございます。無論結果の遺憾を問わず、プロ騎士様には十分な報酬をお支払いいたしましょう。事態は少々差し迫っておりますので、依頼料は相場の2倍をご用意させていただきました。いか任せて。なんとって友達の助けになってあげたいもんね。リン、一秒だって躊躇しな。お二方からのご信頼には感謝の言葉もございません。略式ではご。それではこの場はこれにて。お二方は準備が済みましたらホローへご移動をお願いいたします。
何なりとご用命を。こいつで鉄道か。ああ、厳しくしてみる。さっきの人影、なんか怪しかったね。前方に10中半、普段の泥棒でしょう。まずは追いかけてみる。エーテリアスの匂いで、なんと愉快ですね。ご心配には及びません。お掃除は私にお任せを。身体能力でよくこんな場所まで忍び込めたものです。プロ騎士様、警戒を強める必要があるでしょう。ありがとうございます。一切の障害を相当いたします。お急ぎ。そこ違法工事。工事現場は天井だ。よいしょ。耐える。通行止めだ。準備完了。さあ狩りの時間です。黄色いテープの外にいろ。不安全行動禁止。打ち砕く。打ちのめす。それ、ここは右に曲がるべきですが、前方に補給所があるようです。プロ騎士様、どうぞご自由に。道はエーテリアスに塞がれているようです。ですがご心配なく、私が道を切り開きましょう。圧勝だ。やって、この高さなら。撃て。しまいましたか。ですが変わりはありません。プロ騎士様、片付けますので少々お時間をいただけますか。喉を噛みつぶしますよ。
エーテリアスに閉じ込められてない？状況はあまり芳しくないようです。まずは周囲のエーテリアスを排除しましょう。かしこまりました。食らいなさい。さあ、狩りの時間です。やっと私がやる。月を直視してはならない。これが泥棒？うん、ライカンさんどうかした？難しい顔して。いえ、何も。些細ではありますが、予期せぬ。予期せぬ？どうかご心配なく。誓って深刻ではございません。最も些細な問題もこちらの回答。いえ、お嬢様こそしばらく前に彼女のご家族と契約を交わしまして、前任者の仕事を一時的に引き継いでおります。もしそうなら、この子は自分の家から物を盗もうとしていることに。マスター、このような状況に符合するジョークがあります。構造体ショップがオイルまみれになっていました。これは身内の犯行でしょうか？フェアリー、笑えないジョークを言うタイミングじゃ。リリカお嬢様、こちらにいらっしゃる理由を伺っても。リリカ、そのような名は聞いたことがない。我が名を何時らが知らぬのも無理はないがな。ここに告げる。ボンプども、我が名を慎んで拝聴せよ。我こそはランペルージュ・アスナブール・ファントム・ハーベン・リリカ、またの名を週末に選ばれし正義の伴走者。やっぱリリカなんじゃん。ただのリリカではない。ランペルージュ・アスナブール・ファントム・ハーベン・リリカである。華美にして冗長な表現、あふれんばかりの情感、それらをもってしても補うことのできない情報伝達効率の悪さ。これこそが中二病と呼ばれる病の罹患者に見られる言語的特徴なのですね。にもかかわらず、一見皆様の意思疎通に支障はないようです。今日の若者にとってはありふれたポップカルチャーなのでしょうか。そういうわけじゃないけど、今時こんな喋り方、絶滅危惧種みたいなもんだよ。流行りとしては 2,3 週遅れって感じかな。率直に申し上げることをお許しください。あなた様のご説明があってなお、私はですが、ここに留まり続けるべきでもありません。続きはお嬢様をフォローから。つアンジ、何者だ？こちらはリン様、私の友人でございます。リリカお嬢様、先ほどの出来事についてですが。言っただろ、我はリリカではない。我が名はランペルージュ・アスナブール・ファントム・ハーベン・リリカである。長い名前だな。
それひょっとして即興で考えたの？即興だと？これは漫画からじゃなくて我が降誕の際に賜った神明なるぞ。今漫画って言ったのはっきり聞こえたよ。リリカお嬢様、明日のアフタヌーンティーですが、ブルーベリームースとオレンジタルト、どちらをご用意？もちろんブルーベリームース。ほら認めた。やっぱライカンさんの雇い主んとこの子なんでしょう。あなたたち、食べ物のことを持ち出すなんてそんなのずるよ。出た、中二病にありがちなやつ。一回巣に戻っちゃうとさ、もうキャラになりきる方が恥ずかしくなって普通に喋るんだよね。リリカお嬢様、改めてお伺いします。何故あの絵を盗む？あなたたち、やっぱり物事の上辺しか見えてない。残念だわ。真実というのは往々にして表層には宿らないものなのに。インターネットにあの投稿をされたのもあなた様ですね。投稿？何のことかしら。啓示の日、残月が燃ゆる時、我選ばれし者の化身となりて在業をはびこる地に降り立ち、希望の。やめて！どうしてそんなに淡々と読めちゃうの？あなたが組織に加わりたいと思ってもきっと最初の選考でお祈りされるわね。もっともあなたみたく融通の利かない人は組織は相手にもしないでしょうけど、絵どころかコイン1枚だって盗めそうにないもの。お嬢様、その組織とは何を指し？組織は組織よ。この絵を盗むことが組織から私に課せられた入団試験だったの。この試験をパスすれば晴れて彼らの仲間入り、正義の伴走者になれるのよ。まあ偶然パパとママの持ち物がターゲットになっちゃったのはちょっと想定外だったけど。入団試験で人に泥棒させるなんて何なのその組織。もちろん怪盗団よ、決まってるじゃない。新エリートで一番有名な怪盗団、モッキンバード。まさか知らないの？モッキンバードで検索。結果は次の通りです。著名な怪盗団、富める者から盗み貧しき者に与えることをモットーとするものの、その評判には賛否あり。かつては新エリート中の富裕層たちを手玉に取っていた同組織は長期間にわたって活動を休止していたようですが、最近になって再び。うろんな犯罪者たちの集まりに過ぎません。モッキンバードはそんなんじゃないわ。弱きを助け強きをくじく貴族なのよ。彼らの存在こそ正義なの。そしてこの私こそ選ばれし者の一人、ランペルージュ・アズナブール・ファントム・ハーベン・リリカ、またの名を終末に選ばれし者、正義の伴走者。リリカお嬢様、もういいでしょ。私を止めようとしても無駄よ。どうせあなたはこの正義と
怪盗になると決めた私の決心を理解してくれないわ。お嬢様は思い違いをしておられます。執事として確かに私は雇い主様の私有財産を守らねばなりません。故にお嬢様にこのご安心ください。私が署名した契約上ではお嬢様も私の雇い主でございます。お嬢様が何をしようと止めませんし、ご両親に報告することもいたしません。ですがこれだけはお伝えさせてください。このモッキンバードを名乗る組織は極めて危険でございます。入団についてはどうか慎重にご検討くださいますよ。てっきりあなたも今までうちにいた執事たちと同じだと思ってたわ。考え方が古くて頭の固い化石みたいなのばっかりだったけど、あなたは違うのね。絵のことはあなたがダメって言うならそれでもいいわ。どうせ私には別の方法があるもの。ご心配なく、もちろんこのまま放置するつもりは毛頭ございません。リリカお嬢様はあのようなお方ですから、先ほどの場で無理に説得を試みるのはかえって逆効果だと判断いたしました。お嬢様が自ら問題に気づいていただけるようより適切な方法を探る必要がございます。実体験から得る教訓こそが何より最良ですから。それはそれとして、私にも少々時間が必要です。かのモッキンバードなる組織を詳しく調べなければなりません。ライカンさん、そのモッキンバードが相当気になってるみたいだけど、前にトラブったことでもあるの？私とモッキンバードとの関係をトラブルと表現するのはいささか適切。これは私がかつて犯したとある過ちに起因するものでございます。申し訳ございません。私の不愉快な過去についてはまた折を見てお話しさせていただきたく。Vielmehr finde ich die Story wieder sehr interessant. Bin echt gespannt, wie die ausgeht. Haben wir die erste Story durch und haben dann noch den zweiten Teil und den dritten Teil zu tun. Jedenfalls für heute ist Schluss. Ich gucke. Eventuell komme ich vielleicht morgen an. Ich weiß, ich habe es im letzten Stream auch versprochen, am nächsten Tag wieder on zu sein. Das hat sich dann wiederum eine Woche gezogen. Dementsprechend verspreche ich es nicht, dass ich morgen wieder on bin, aber eventuell. Dementsprechend kann es gut sein, dass ich erst dann wieder am Wochenende wieder da bin. Aber
Ich werde in der Woche weiterhin zocken und euch weiterhin unterhalten mit den Off-Uploads. Das bedeutet, ich werde natürlich die Games aufnehmen und weiterhin auf meinem YouTube-Channel Beppo Schokla hochladen. Dementsprechend, auch wenn ich dann nicht online bin, so könnt ihr aber die Geschichte weiter verfolgen. Ich sage wieder Danke an jedem, die heute wieder mit dabei waren. Wir sehen uns dann die Tage wieder. Tschüss.